今日は金曜の夜にですね、こんなに多くの方に集まっていただいて大変嬉しく思います。ありがとうございます。サティハイテク採用グループの宮内と申します。今日はですね、AI×データビジネスの最前線と題しまして、当社で AI×データビジネスという分野でですね、活躍する日立ハイテクグループでですね、活躍する4名の社員がですね、登壇します。まずですね、簡単にですね、当社についても説明したいと思います。まず、日立ハイテクについて初めて聞いたですとか、実際どういうビジネスやってるのかは、あまりよく知らないという方ももしかしたらいらっしゃるかなと思いますので、まあ、そういう方にですね、簡単に当社のことを知っていただければと思いますので、説明します。当社はですね、ハイテクプロセスをシンプルに企業ビジョンと掲げてまして、主な製品ですと、一例にはなりますが、半導体の計測装置、微細化に貢献しておりますエッチング装置といったものですとか、血液分析装置、DNA シーケンサーといったものを、医療分野、電子顕微鏡を研究開発分野といったようにですね、最先端の分野においてですね、電子線ですとか光学技術を活用した見る、測る、分析するというところをですね、コア技術としてお客様に提供しております。こういったところですとですね、一見すると AI ですとかデータビジネスっていうところとは、あんまりつながりが見えないなって思われる方もきっといらっしゃると思うんですけれども、実はですね、当社の製品には多くこの技術が活用されてまして、例えばその異物混入ですとかを自動で検知できるような仕組みには、AI、画像認識、機械学習といったようなですね、AI× データビジネス、データっていうところがですね、実は活用されています。またですね、海外とのビジネスの協業ですとか、海外でのビジネス展開というところもですね、多く行っております。今日はですね、当社の AI× データビジネスというところと、また海外との協業というところでもですね、活躍する4名のスタッフが登壇しますので、こういったところもですね、ぜひ今日の講演から感じ取ってもらえればと思います。はい、今日はですね、講演テーマとしてデータサイエンティストの入門情報ですとか、海外でのビジネス展開、AI 技術に取り組むにあたる本質といったようなところでですね、いろんな角度から AI× データビジネスっていうところをですね、紹介します。ぜひ皆様にですね、役立つ情報がですね、一つでもお届けできたら大変嬉しく思っております。はい、ではまずですね、当社の事業開発本部で活躍する加藤から未経験から学ぶデータサイエンティストと入門というテーマでですね、講演いたします。では、加藤さん、お願いいたします。では、改めまして、皆様、こんばんは。日立ハイテクの加藤と申します。本日は弊社イベントにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。私からは未経験から学ぶデータサイエンティスト入門ということでお話をさせていただきます。データサイエンス未経験の方向けにですね、データサイエンティストという人材はどのようなことを考えていて、どのようなことを行っているのか、それからデータサイエンティストの第一歩としてどのようなことから始めればよいのかという点を中心にお話しさせていただきます。ではまずはじめに、私の自己紹介少しだけさせていただきます。私2018年4月、日立ハイテク子会社であります日立ハイテクソリューションズ入社になります。1年目の終わりにですね、 AI 機械学習を学ぶために、アメリカに行きまして、その後帰国して、新規の AI プロジェクトに、アサインという形で自身のデータサイエンティストとしての道がスタートしたものになります。そして20年春、日立プロフェッショナル人材育成プログラムという日立グループ独自の制度を活用して、日立製作所のルマーダデータサイエンスラボというところに1年間行きまして、データ分析案件に携わらせていただきました。そして、日立ハイテクソリューションズに帰任した後、今年の4月より日立ハイテクへという経歴になります。現在は半導体検査装置向けの画像処理 AI に、携わっております。左下趣味になりますが、
小さい頃から、ディズニーがとても好きでして、東京ディズニーリゾートに行ったり、あとはディズニーの映画を見たりするのが、非常に好きです。というところで、本題に入ります。ここからは、データサイエンティスト、それから AI、機械学習などの、関係性について、皆様の、ご認識の方を、揃えておければなというふうに思います。皆様、ご存知の通り、データサイエンティストとは、データをもとにして課題解決を実現すると、ビジネス価値を提供する、人材となります。また、課題解決と申しましたけれども、企業が抱える課題はこちらにあるように、様々です。そしてそういった課題を解決する手段、こちらも、多岐にわたります。その手段の一つが、AI と、なるわけですね。ですので AI というのはあくまでも課題解決の一手段であり、AI を使うことが目的となってはいけないというところになります。そして AI という手段を構成する技術として、機械学習は非常に重要なものになります。そして近年ではその機械学習の中でもディープラーニングと呼ばれるものが注目を浴びているかなというふうに思います。以上、データサイエンティスト、AI、機械学習とそれぞれの関係性についてお話ししてまいりました。ここからは機械学習、こちらですね。ここにフォーカスをして機械学習適用にあたってのデータサイエンティストの役割を金融業における貸付審査の高度化、こちらを例にお話しさせていただきます。はじめにケーススタディの背景としてこちらずらずらと書いてあるかと思うんですけれども、要約しますと、この図に示したようにですね、現行アナログな審査を行っていて、しっかりとお金を返してくれるでしょうと、貸し付け OK とした顧客、契約者のうち、不履行、つまりお金を返してくれなくなってしまう、契約者の割合が増加していると。より高度な審査によってそれを減らしたいというものになります。この課題に対して機械学習を適用する目的ですね。こちらメリットというふうに置き換えてもいいかなというふうに思いますけれども、契約者個人に対して不履行リスクと呼ばれるものを早く精度高く予測すると。さらにはその不履行リスクというものに応じた限度額だったり金利を設定して利益を最大化する。それから担当者によらない契約審査の統一化によって属人化を解消というものが挙げられるかなと思います。はい。そこで、機械学習を適用しましょうと。すると、データが必要になってまいります。では、この金融機関が持つデータが、こういったものだったとしましょう。皆様は、このデータを見た瞬間に、あらゆるこう解釈っていうのが浮かんできてるんではないかなと思います。人間であれば、このデータから柔軟に様々なことが読み取れるんですよね。生年月日列の羅列、数字の羅列は、生年月日だろうなとか、他社融資額2529万って高すぎ、もうその時点でリスク高そうとか、それから生年月日と契約月が逆転してるけど、そんなのありえないよねとか、その他にもたくさんあるかなというふうに思います。ただ、機械はそうもいきません。生年月日よりも契約月、の方が先に来るっていうパターンもあるので、それもそういったパターンに限って不履行になってる、これはなんか関係ありそうだなとか、他社融資額、欠損値があるからもうその時点でエラーですとか、人間のような柔軟な解釈をすることが難しくてですね、その結果、誤った解釈のまま学習を進めてしまうなんてこともあります。このような人間と機械の解釈のギャップを埋めた上で、
機械学習を用いて複雑な関係性を導く、これがデータサイエンティストの役割と言っても過言ではありません。では機械学習適用に向けたデータサイエンティストの具体的な作業の中身について、データ加工、モデリング、評価、この3つのステップに絞らせていただいてお話をしてまいります。まずデータ加工について、学習データに対して施すデータ加工のいくつかをですね、一例という形でご紹介したいと思います。はじめに特徴量の選択追加ということで、機械学習においては学習に取り込む特徴量、特徴量というのはこのデータの列を指しています。これがとても重要になってまいります。何でもかんでもこう入れておけば OK というものでもなくてですね、ノイズとなる特徴量があると、精度が落ちてしまうので取捨選択が必要です。欠損率などの統計的観点、またドメイン知識をもとに、あるいは一度モデリングした結果を踏まえて、特徴量選択を行うなんてことも多くございます。それから先ほどのデータのですね、生年月日と契約月、これらを使って契約時年齢という特徴量を作るといった具合に、特徴量同士の掛け合わせで新たな特徴量を作るといったことも検討します。XGB や LightGBM などの購買ブースティング系と呼ばれるアルゴリズムがございまして、それらはその特徴から、特徴量×特徴量、または特徴量割る特徴量で作った新規特徴量を追加してあげることで精度が向上するなんてこともございます。続いては、外れ値の除去になります。外れ値というのは、他のデータ、全体の傾向と、著しく外れたデータを指しておりまして、それが混在することで分析結果が正確でなくなることがあると。よってなるべくこう除外しておく必要があります。今回の例ですと、契約時年齢の20歳未満のデータは削除するだとか、他社融資額の2529万、統計的に外れ値に当たるので、削除するとか、さまざまあります。ただ、今回の場合ですと、この2人のデータというのが、2人とも不履行者のデータになっていると。増加傾向にあるとはいえ、不履行者のデータはマイノリティデータに当たりますので、それも踏まえて、削除するかしないかというところを判断する必要があります。そして統計的な外れ値の求め方として、代表的なのが四分位範囲を用いた外れ値探索じゃないかなと思います。詳細割愛しますが、Python ですと NumPy と呼ばれるものの、パーセンタイル関数、こちらで容易に求めることができますので、皆様に使って外れ値の探索をしてみていただければなと思います。注意点としては、統計的に外れ値というのはあくまでも目安であると。この基準はものすごく難しい話になってまいりますので、プロジェクトメンバーや顧客などと、議論をしながら行わなければいけない部分かなと個人的には考えています。データ加工の最後、エンコーディングと呼ばれるものです。今回のデータの性別のように、文字列で表されたカテゴリカル変数というのが非常に多いかなと思います。でそれらに対して、数値に変換するエンコーディングと呼ばれるものを行うことが一般的です。やり方としては、先ほどの性別 M を0、F を1というふうに数値に変換するラベルエンコーディング、こちらが最も簡単で、有名なところかなと思います。またそれ以外にも、ワンホットエンコーディングなど、他のエンコーディング方法ございます。このワンホットエンコーディングにつきましても、 Python で容易に一発でできますので使ってみていただければなと思うんですけれども、手法によっては問題点等ありますので、それらを理解した上で選定していく必要があります。長くなりましたが、ここまで機械学習で結果を得るためにとても重要なデータ加工についてご紹介してまいりました。機械学習の良し悪しはですね、データ加工で決まると
言っても過言ではありません。つまりここが、データサイエンティストとしての、まあ、腕の見せ所かなと個人的には、思っています。はい、続きまして駆け足で、恐縮ですけれども、モデリングとその結果に対する評価について、簡単にご説明いたします。まず一つ目が、さまざまなアルゴリズムでモデリングしてみましょうと。またその結果に対してさまざまな評価指標で、定量的に評価しましょうということです。技術的な話ではなくて大変恐縮なんですけれども、まあ、トライアンドエラーっていうのは、非常にこのデータサイエンスつきものになる、私は考えてますので、このモデリングにおきましても一つのアルゴリズム、手法にとらわれずに分析すること、そしてそれらの結果に対して多方面での定量評価を行うことっていうのが重要です。2つ目が、評価の部分、学習結果の可視化です。AI や機械学習が導き出した、関係予測結果は、まあ、根拠がわからないという問題、これをブラックボックス化と呼んだりもしますが、まあ、データサイエンティストは、そのような AI の出した結果に対して説明性や解釈性を付与して、まあ、説明可能な AI と、いわゆる XAI とすることでビジネス的を目指すという動きが必要となってまいります。以上、簡単ではありますがモデリング評価についてでした。これらのフェーズではそれまでの試行錯誤に対して精度という形で定量的なスコアが出るため、まあ、データサイエンスの醍醐味的なところがあるかなというふうに思います。はい、ここまでデータサイエンティストの具体的な作業の中身についてほんの一部ではありますがご紹介してまいりました。本日ご紹介したもの以外にもですね、幅広くノウハウ、知識がデータサイエンティストには必要になってきますので、おすすめ書籍として4つほど記載をさせていただいております。時間の都合上ですね、詳細の方申し訳ございません、割愛をさせていただきますけれども、これからデータサイエンスやってみようという方だったり、あるいはそれからすでにデータサイエンティストとしてご活躍されている方問わず、ご興味ある方はお手元に取って読んでいただければなと思います。そして紙面上の学習だけではなくてですね、実際にやってみることが一番の近道であろうということで、AI 開発機械学習の練習環境としてアナコンダディストリビューションというものがありますのでご紹介させていただきます。こちらですね、商用利用はできないんですけれども、無料で使えると。そしてこれをダウンロードするだけで Python のプログラミング環境だけでなくて、データ分析に強いツールだったりライブラリーまで手に入るということで、初心者の方の、まあ、勉強には、うってつけかなと思ってます。ただデータサイエンス、データありきですので、環境だけあっても意味ないということで、データを集める場としてカグルというものをご紹介しています。機械学習のコンペなどを開催しているカグルですけれども、まあ、多くのオープンソースのデータが登録されておりまして、誰でも自由にダウンロード可能です。まあ、その中で、まあ、データサイエンス初学者向けのオープンデータとして4つほど記載をしています。この4つで日分類に立ち分類、画像分類に回帰分析と、まあ、幅広い分析ができるのでおすすめをしております。はい、最後になりますが、私が感じるデータサイエンティストとしてのやりがい、それから日立アイテクでデータサイエンティストとして働くやりがいをお伝えさせていただきまして、私の講演クローズとさせていただきます。まずデータサイエンティストとしてのやりがいですが、一つ目がですね、自身の試行錯誤が精度という形で目に見える形でですね、現れるという点です。データサイエンスにおける試行錯誤の結果が、まあ、精度として現れると、1% の精度向上でも喜びを感じやすいというところがあります。
2つ目は、データサイエンティストとしてというよりも、まあ、エンジニアとしての方が近いかもしれませんが、まあ、案件、業務を通じて、自身の成長を、まあ、感じながら仕事ができるというところですね。まあ、1つの案件で、少なくとも1つ、新たな発見があるかなと思っています。まあ、それをノウハウとして蓄積しながら、つまりデータサイエンティストとしての価値を高めながら、仕事ができているなと常に感じています。続いて、日立ハイテクでデータサイエンティストとして働くやりがい、こちらも特にというところを2点書かせていただいております。1点目は、ダイレクトに社会貢献している実感を得られるという点です。日立ハイテクは半導体と医療、の先端を担っております。で、ご存知のように、この2つの領域というのは、どちらもですね、世界的に注目を浴びている業界になります。まあ、その中で私が携わっております半導体の方、まあ、こちらにフォーカスして話をしてもですね、現代社会に必要不可欠な半導体製造に、まあ、データサイエンスとして、データサイエンスで貢献している、実感を得ながら業務をしているところになります。2点目は、グローバルな仕事の機会が豊富であるという点です。私自身これまで、北米はオースティン、シカゴ、それからアジアですと台湾、に行く機会がございました。それ以外にも私のチームですと、まあ、欧米諸国や韓国などがございます。またそういった海外の拠点に、まあ、席を置いて仕事をしているものもおりますので、グローバルな仕事の機会というのが、まあ、社内通してですね、非常に多いなというふうに感じてます。はい、長くなりましたが、私の講演以上とさせていただきます。ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。はい、加藤さん、ありがとうございました。はい、これを機にですね、ぜひ一人でも多くの方にデータサイエンティストというお仕事にですね、ご興味を持っていただけたら嬉しく思います。続いてですね、日立ハイテクアメリカで活躍します秋元からですね、日立ハイテクが取り組むアメリカでの AI かけるデータビジネスの現在というタイトルで講演します。今日ですね、残念ながら秋元が都合で参加できないことでして、事前にですね、録画した講演動画をですね、本日は流させていただきます。動画の投影お願いいたします。皆さんこんにちは。日立ハイテクアメリカの秋元と申します。本日は日立ハイテクが取り組むアメリカでの AI データビジネスの現在というテーマで発表いたします。本日の発表でこの2点をカバーしてまいります。人材をアメリカに派遣したり、さまざまな場面で営業、エンジニアが一体となって AI、データビジネスを進めていることが少しでもお伝えできればと思います。まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私は2014年に当時の日立ハイテクノロジーズに入社いたしました。入社当時は GE が提唱し始めていたインダストリー 4.0 に注目が集まっていた時期で、その中で IoT や分析ソリューションの国内営業を担当し、アメリカ・マサチューセッツ州にある PTC 社製品の拡販に携わっておりました。実は入社から海外勤務を希望していたので、2017年にソリューション開発事業に従事するために渡米が決まったときは念願かなったりというところでしたが、正直なところ大変苦労いたしました。というのも、日立ハイテクとしてボストンに新しい拠点を設け、さまざまなソリューション開発事業をしていこうというミッションを担っての渡米でしたので、事務所を一人で立ち上げるところからのスタートでした。ここでなぜボストン東海岸というところに少し触れたいと思います。ハイテク大企業やスタートアップを輩出しているシリコンバレーが西海岸にあるのは皆さんご存知だと思います。人と人、人と物をつなぐようなプラットフォーム、SaaS 系スタートアップが多いシリコンバレーに対し、ボストンがあるマサチューセッツ州は、ロボティックスやバイオヘルステックなど、ハードウェア開発やものづくり技術を担うテクノロジー関係の大企業、スタートアップが密集しています。
当時私が関わっていた IoT ソリューションの PTC 社本社もボストンにあります。また、州全体はもちろん、特にボストン市内には優秀な教育機関が集中しています。地理上、ヨーロッパとも近いため、同じ州内はもちろん、ヨーロッパからも優秀な人材を集め、新しいイノベーションを生んでいるのがボストンの特徴です。ボストンがあるマサチューセッツ州は、カリフォルニアの20分の1という小ささですが、先に挙げた特徴を持って事業開発拠点としてボストンが選ばれました。ちなみに同じ東海岸において、最近ではニューヨークシティがシリコンアリーという名前でテクノロジーハブとしての成長が注目されてきていることもあり、地理的に日本からは遠いものの、東海岸も非常に暑い地域であることがお分かりいただけると思います。こういった背景でボストンに事務所を探すところからスタートしました。MIT やハーバードといった著名大学、地盤のスタートアップ、事業開発を行う日本企業の方々と交流するために、さまざまなイベントやミートアップに積極的に足を運び、地盤の人脈を広げていくという地道な活動を続け、日本に発信する日々でした。最初は一人で手探りで進めていかなければならず、大変苦しい時期もありましたが、会社の同じ部署、他部署を含めた多くの方々にサポートいただいたおかげで、2018年には無事に事務所を開設し、また地道な活動の中で出会った人脈を今も仕事に生かせることができています。ソリューション開発事業をもう少し具体的にお伝えすると、日立ハイテクが持つ見る、測る、分析する技術、そして弊社が抱える業界知識のある人材の経験、知識が活かせるような分野において、有望なデジタル技術、可能性のあるパートナー企業の調査を実施しています。ここで少しだけソフトな自己紹介もさせていただきますと、COVID 以前は旅行に行くのを楽しみに仕事をしておりました。同じく旅行好きの方がいればと思い、2つのおすすめの場所を紹介いたします。1つ目は私にとっての近場、同じマサチューセッツ州フェアフェイブンにあるジョン万次郎記念館です。マサチューセッツ自体、アメリカの歴史を紡ぐ重要な場所で、非常に面白い場所ですが、日本の歴史にも関わる場所がいくつかあり、こちらはぜひ訪れていただきたい場所の一つです。二つ目が、クロアチアのドブロブニクです。アメリカドラマや映画のロケ地にもなっていて有名ですが、アドリア海の青は本当に美しく、海が大好きな私の中では、位置にを争うスポットですので、非常におすすめです。ただ、COVID 中はなかなか旅行に行けず、家庭菜園という新しい趣味を見つけました。まだまだ初心者ですが、いろいろなアプリがあり、テクノロジーを活用し楽しんでいます。例えば、Picture This というアプリは、AI と機械学習技術で植物を識別したり、手入れの仕方を参照できたり、専門家からアドバイスを受けるといった機能も備えています。また、Tomorrow.io という会社が、B2C 向けに提供する天候アプリは、超高精度のリアルタイム天気予報を提供してくれるので、天候が不安定になりやすい時期も、水やりのタイミングなど、計画するのに大変役立っています。この会社は B2B ビジネスも展開しており、アメリカ大手航空会社を含め、さまざまな企業に採用され、ソフトバンクエネルギー社も投資しているボストンにヘッドクォーターを置く注目の会社です。仕事でも AI やデータ活用に関わることをやっておりますが、生活の至るところで AI に囲まれながら、休日は雑草を抜いているのが私だとご理解いただければと思います。さて、ここから IoT から始まり、今では AI にいろいろな場面で関わっている私が感じるデータ活用ビジネスのこれまでを振り返り、これからが注目される分野やスタートアップをいくつかお伝えしたいと思います。まず、これまでのデータ活用ビジネスを振り返ってみますと、過去のデータをもとに未来の事象を予測することにフォーカスが当たっていました。導入する企業は、機器や生産ラインの可視化による保守費削減やコストの改善を狙っており、物理的にも経済効果的にも大きい製品や施設が対象となっていることが多い傾向にありました。例えば、IoT プラットフォームを取り扱う弊社パートナーである PTC 社では、産業・環境機器を提供するグローバルアメリカ企業のフローサーブ社や、
日本に本社を構える医療機器メーカーシスメックス社の北米拠点にて、センサデータや機械データの活用で保守効率向上によるコスト削減を実現しています。もちろんこういった製品や工場の可視化による保守費の削減、生産コストの改善はこれからも拡大し続けていきますが、昨今のデータ活用をしたい企業の狙い、そして対象の2つに少しずつ変化が見られていると思います。ここからはこの2つのアングルで、今これからのトレンド、そしてそのトレンドを支えているようなスタートアップ企業を合わせて紹介したいと思います。ご紹介する企業は弊社とはビジネス関係のない企業であることをご留意ください。まずトレンドの1つ目が、導入する企業の狙いに関する変化です。これまでの狙いに対し、昨今は生産ラインを超えたさらに広い領域、特にサプライチェーン領域における可視化を狙いとする企業が増えています。 COVID で大きな混乱をもたらし、今も混乱が続くサプライチェーン領域におけるデータ活用技術ニーズは昔からありましたが、昨今実際にアクションを起こす企業が増え、それに伴い様々なベンダーが出てきているように見受けます。そしてサプライチェーンは SDGs、 持続可能な開発目標にも大きく関わる部分です。ご存知の方も多いかと思いますが、これは2015年の国連サミットで採択された国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標のことを指します。アメリカでもバイデン政権下にて積極的に SDGs への取り組みを強化し、企業に対してもその遵守をさまざまな形で要請しています。この中の作る責任、使う責任に関わる部分においては、アメリカでは2022年6月より UFLPA、ウイグル強制労働防止法が施行されました。これにより、サプライチェーンのどの段階においても強制労働が見つかった場合、企業は民事・刑事責任のリスクに直面することになり、こういった強制労働を回避する必要性が急速に高まっています。この背景で、デューデリジェンスソリューション、すなわちサプライチェーンで社会的な問題がないことを管理、徹底するためのサプライチェーンの可視化プラットフォームが多く出現してきています。ここに挙げているソースマップは、エンドトゥエンドのサプライチェーンで強制労働をはじめとした社会問題がないことをマッピング、監視するプラットフォームを提供している会社の一つです。プラットフォームへのサプライヤー情報登録は、サプライヤー自身が任意に行う仕組みになっているので、一見登録が進まないように思われますが、前述の法令施行の背景も後押しし、アメリカ企業とビジネスを続けていくためにサプライヤーは登録を避けて通れない状況を作り出しています。他にもバージニア州のインテロスといった会社も同様のソリューションを提供しており、サプライチェーンバリューの可視化を通してコンプライアンス重視を企業として達成していくと思われます。またエネルギーをみんなに、そしてクリーンにという指標に関わる部分でもデータ活用ビジネスの広がりが見込まれています。アメリカでは現在積極的にグリーン政策が推し進められており、遅くとも2050年までに温室効果ガスの排出を消費ゼロにするという非常に高い目標を立てており、企業への圧力が高まっています。またアメリカ調査会社のガートナーは、サプライチェーンは環境、社会、ガバナンスのリスクと機会を把握、評価する上で極めて重要な役割を担っているとしており、2021年のサプライチェーンテクノロジーのトップテーマの一つに環境、社会、ガバナンスを列挙していることからも、環境ガバナンスを強化できるようなソリューションが企業から求められている背景がお分かりいただけると思います。その背景において昨今注目されているのがカーボンアカウンティング、炭素会計と呼ばれるある事業活動がどれだけ温室効果ガスの排出、あるいは削減に寄与したかを算定、集計する取り組みです。現時点でアメリカの多くの企業はすでに年次サステイナビリティレポートなどの中で排出量をある程度報告している一方で、現在のところ連邦政府による報告義務や何を報告すべきか
という一連の標準要件は存在していません。しかし、将来的にそれが標準化、義務化されることを視野に入れ、企業にとどまらず、サプライチェーン全体の CO2 排出量を管理していくソリューションが多く出てきています。アメリカだとペルセフォニやスウィープ、ヨーロッパだとノーマティブやカーボンチェーンといった企業があり、大手企業から投資を集め、すでに導入実績もあるので、こういったマネジメントシステムを導入して、社会的義務を遂行していく企業がこれから一層増えていくと思われます。続いて、もう一つの変化としては、データ活用の対象となるものです。これまでは物理的にも経済的にも大きな機器や生産ラインが対象となっていましたが、昨今はデータを活用していくためのデータそのものが対象になっている傾向があります。これは偏ったデータなどデータ自体に内在する問題が顕在化してきた背景があります。例えば2018年、アメリカ Amazon.com においてアルゴリズムが男性の採用候補者を優先していたことが判明し、AI 人事採用ツールの利用を取りやめたケースがあります。他にも大手航空会社の事故の背景には、AI がプラットフォームに追加されたことで、不透明な操縦判断につながったことなどが問題視されました。このように、判断基準が不透明なアルゴリズムや偏ったモデルによって引き起こされる甚大な損失や被害を回避していくための動きは EU で牽引され、アメリカにおいても連邦取引委員会が21年4月に人種や性別の差別につながるブラックボックス AI の販売や使用は FTC 法に違反すると見解が示され、規制違反した企業には最大4万3000ドルの罰金を科すことが決められました。こういった規制強化もあり、なぜ AI がそういった判断をするのかや、AI モデルの偏りをチェックするテクノロジーに注目が集まっています。アメリカ・テキサス州にあるコグニティブスケールは、このようなテクノロジーを提供する企業の一つで、モデルを作るためのデータそのもの、そしてそのデータで作成されたモデルのリスク測定を行うソリューションなどを提供しています。他にもカリフォルニア州にあるフィドラーやアライズ AI などがこの領域で注目を集めています。このようにデータやモデル自体を対象とするデータの活用や AI ソリューションがこれからも増加していき、透明性の高い AI もさらに広まっていくのではないかと見られています。さて、ここまでアメリカのトレンドやスタートアップを紹介いたしましたが、これから日立ハイテクにて実際にスタートアップと協業し展開した AI ビジネスをご紹介したいと思います。スパークコグニション社は2013年に設立されたデータサイエンステクノロジー企業です。彼らの AI モデル自動作成ツール、もしくはオート ML と呼ばれる AI モデラーの日本市場展開を弊社にて進めてまいりました。同社との出会いは2017年、北米に赴任してすぐの私は、日本で聞こえつつあった AI モデルをさまざまな業務に簡単に活用したい、データの前処理が簡易にできるツールが欲しいといったニーズに見合うソリューション、そして高いデータサイエンスケーパビリティを持つ会社を探していたところ、同社を見つけました。コンタクト当初、同社として AI モデルの自動作成ツールの販売はまだこれからというところでしたが、多くの特許からも裏打ちされる彼らの実力や AI への知見から我々が学べるところはたくさんあると鑑み、技術的な理解をより深めるために日本からエンジニアを数回にわたり派遣するなどして同社との関係構築を続け、2019年から AI モデラーの販売を開始しました。ただこのビジネスは残念ながら2022年3月をもって新規のお客様への販売を終了いたしました。終了に至った理由として、まずオート ML ツールのコモディティ化が当初の予想よりもかなり早く進んだことが挙げられます。この領域ではデータロボットや H2O をはじめ、さまざまなツールが次々と出現し、かなり早いペースで広がりを見せました。それによって各社、データ加工やモデルを作成した後の管理機能など多機能化が進み、またさらにいち早くパイを取るための価格競争が早くに激化していきました。こういった状況に対応するため、
スパークコグニション社と密に連携を取り、お客様の声を届けることで、機能拡充、また価格戦略に試行錯誤を重ねました。しかし、最終的に彼らのメイン事業であるソリューション事業に注力することとなり、日本における販売終了に至りました。日本における拡販は終了したものの、弊社としては大きく2つプラスに働いたことがありました。まずは、スピード感、そして素晴らしい人材を備えたスタートアップと一緒に、早い段階から出会って協業できたことで、世界をリードするアメリカ AI 事業全体の流れやトレンド、勢いのあるスタートアップのことをよく理解できたことです。弊社は OT と IT 双方を持つ企業として、データ利活用技術はますます重要になってきているため、早い段階から若手、ベテラン、両方の人材を日本から派遣するなどして、データサイエンティスト人材を一層強化できたことは、弊社として非常に大きな糧になりました。スパークコグニション社は2020年の初めに、日本円で約100億円を超える資金調達に成功し、評価額は14億ドルを超え、ユニコーン企業の評価に達するなど、非常に注目の企業です。コンタクト当初から多くの企業との実績を次々と作りつつありましたが、今ではさらに顧客ロゴを増やし、メンテナンスアドバイザー、リニューアブルスイート、ビジュアル AI アドバイザーといったソリューション事業を通して、お客様に成果を販売し、さらなる成長を続けています。弊社としては、こういった素晴らしいパートナー企業との関係を構築できたことを非常に喜ばしく思いますし、これからもこの関係を大切にしていきたいと考えています。また、弊社のデジタルマーケティング力を強化できたというプラス面もありました。ご存知の方も多いかもしれませんが、日米間で IT 人材の構造が大きく異なり、日本では我々のようなベンダー企業に IT 人材が集中している状況があります。よって、必ずしも IT のバックグラウンドをお持ちではないかもしれない方々に対しても、我々の IT ソリューションの魅力をいかに分かりやすくお伝えするかという課題への対策は、エンジニア、営業が共に長く試行錯誤を重ねてきた部分でした。加えて、拡販中に COVID に直面したこともあり、リモート環境下でもお客様が弊社や情報にリーチしやすい環境、そして分かりやすいコンテンツを最速で強化する必要性が今まで以上に増したことも重なり、さまざまなタイアップ記事やホワイトペーパー、デモビデオ、ウェビナーを充実させることで、デジタルマーケティング力を、そしてノウハウを弊社の中で強化することができました。以上、本日の発表では、これまでと今これからという視点で、社会的な背景なども交えながら、アメリカにおける AI データビジネストレンドをお伝えしました。後半は、弊社としてスタートアップと協業し、取り組んだ AI ビジネスの一例をお伝えしました。冒頭にもお伝えした通り、AI ビジネスに本気で取り組んでいるからこそ、人材をアメリカに派遣したり、また様々な場面で営業、エンジニアが一体となって事業を進めていることが、本日の発表を通して皆様にお伝えできたなら幸いです。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なかなかアメリカでの生のビジネスですとか、そういった声を聞くことってないので、まあ皆さんにとって勉強になるコンテンツであればよかったなと思います。では続いてですね、当社の事業開発本部に勤めております、今井の方からですね、情報工学系エンジニアに送る本質が問われる時代のサイバー×フィジカル的思考と題しました。講演いたします。では今井さん、お願いいたします。それでは、皆さんこんばんは。日立ハイテク事業開発本部の今井と申します。このようなタイトルでご安心ですが、少しお話をさせていただきたいと思います。まず自己紹介ですけど、私、大手電機メーカーで半導体などの電子デバイスの基礎研究と、研究開発、そしてその応用化と、工場見学の、キャリアを積んだ後に、本社の技術企画を経験して、2019年に日立ハイテクソリューションズという日立ハイテクの子会社に転職いたしました。本年度から日立ハイテクに出向しております。
対外的には大学の非常勤講師をさせていただいたり、学会の中心メンバーとしての活動もさせていただいております。それでは早速ですけども、私はデータとの出会いというのは、2000年に半導体の工場勤務を命じられたことが一つの転機になっています。それまでは研究開発で実際の、装置を使ってやっておったんですけども、工場に転勤しましたので、製造装置のデータ収集、さらにはデータ解析とか、機械学習に取り組み始めました。まだビッグデータとかAI ということが今ほど叫ばれてない時代だったんですけども、工場では大量のデータがやっぱり生成されてましたので、このデータにやっぱり身をつけて、これからはこのデータこそが半導体製造にとって重要になると感じて取り組んできました。取得したデータをですね、解析したりとか、そこから価値を創出するような取り組みをやってたんですけども、当時は現在のように、OSS とか先ほど秋元の講演にもありましたオートエメールが今ほど進化してない時代でしたので、電子工学をバックグラウンドにする私にとっては、情報工学系の専門知識というのを理解するのは、かなり苦労したという覚えがあります。しかし今は、OSS、それから先ほどのオート ML の紹介もありましたけども、そういったものの進歩で、比較的容易にデータ解析とか AI を活用することができるようになりました。このことは良かったと思ってます。でも最近その結果、専門家とそうでない人の境界が少し曖昧になってきたなというふうには思っています。専門家でない人がデータ解析をやってはいけないとか、そういった方が AI の知識が理解が不足しているというようなことを言いたいということではないので、誤解ないようにお願いしたいんですけども、専門家と、そうでない人の違いとか、こういったそのいろんな専門家非専門家が集まると爆発的にやっぱり人口が増えてきますので、そういった中でどうやってこう生き残っていくのかなということを少しお話できたらというふうに思います。一つは、加藤の講演でもありましたけども、数学と統計という基礎があると思います。最近は、最新の AI 研究成果を、公開ツールで簡単に入手できますけども、それを使いこなすには、やはり背景の考え方とか、数学とか統計の基礎力っていうのが非常に大切だというふうに思ってます。データ解析は OSS のライブラリを使って、中身が分からなくても比較的上に結果を出すことはできるんですけども、製造業で、データを活用していくためには、そのデータの本質を見ることが大事だというふうに思っています。ルックデータとちょっと偉そうに書いてますけども、そういったことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。なので、単に OSS を使うだけでは難しいというふうに思ってますので、統計的な数学的な理解を持って、基本をまずしっかり、加藤の講演でもありましたけどデータを見るということが本質的だというふうに思っています。このように OS などの進化で、現在のようにですね、曖昧になってきたんですけども、非常に多くのデータサイエンティストが、活躍する場ができてきたというわけです。そういったデータサイエンティストとかエンジニアが存在して、基礎時代になってきたということだと思います。そういったことが基本あってですね、技術者の進化が問われる時代になったんじゃないかなというふうには思っています。データの本質を見抜くで、ことで、こういった事態を生き残っていくことは重要でないかというふうに、思うわけなんですけども、次のスライドで私の経験で非常に恐縮なんですけども、少しデータの本質を見抜くっていう事例を少しご紹介したいというふうに思います。製造業ではですね、思いもよらないこととか、それから学会では紹介されてない未知のことが多く発生します。日々そういう事象との遭遇とですね、その解決策の戦いだらけと言っていいのかもしれません。半導体デバイス製造では、ご存知かどうかわかりませんけども、写真製版技術を使って微細な回路パターンを作っていくんですけども、その写真製版工程で、カンコフィルムのパターンが崩れてしまうというトラブルがたまに発生していました。そこで、データを収集して、そのデータの中身を確認すると、このように左の図にあるように、ホットプレートがの上にシリコンウェアが置かれるわけですけども、その下側にホットプレートのデータを示してますけども、ホットプレートの温度が一瞬下がるということが起こるということが分かりました。これは少し意外で、
ホットプレートの温度は一定だと思ってたんですけど、まあ、よくよく考えると、ウェハーの温度はホットプレートの温度低いわけですから、ウェハーがホットプレートに正しく置かれれば、温度が下がるということになるというふうに思い直しました。まあ、このようにデータを見ていくと、むしろホットプレートの温度が一定であることの方が重要なわけです。まあ、その結果ですね、パターン崩れが発生しているウェハーでは、ホットプレートの温度が下がっていないことが明らかになりました。まあ、たまにしか発生していない現象なんですけども、まあ、生産量が多いと、まあ、数が大きくなりますので、非常に大きな問題になります。まあ、温度のデータで異常検出することができるようになったということは、まあ、非常に大きなことでしたので、まあ、これをなんとか、活用したいということで、まあ、対策もしないとということで、まあ製造装置を販売しているメーカーの方に、まあ、相談したということなんですけども、まあ、ホットプレートのサイドには、この図にあるように、ウェハーが自動的にホットプレートに正しく設置されるようにガイドがついているので、まあ、そんなことはありえないというのが回答でした。まあ、でも、このようにですね、製造現場では、専門家でも予想できないことが、まあ、起こるということが私のこの経験から分かりました。まあ、ただ、データは、その真実を語っていると思いますので、まあ、素直にデータを見ることの大切さを、まあ、この事例から学んだということです。まあ、このように現実の世界と、まあ、データの世界、いわゆるバーチャルの世界があるわけなんですけども、まあ、宗教の話ではないんですけど、まあまあ、こういった考え方が、まあ、一つの事例としてですね、般若心経の中にも書かれているなというふうに思っています。まあ、色即是気とかですね、空即是色ということが述べられているんですね。まあ、古くから実と虚という考え方があったということを伺います。まあ、我々日本人の中に、まあ、実と虚という概念があったのかもしれません。私の前のスライドで私の経験談にもあるように、まあ、現実の世界と仮想の両面から現象とか製造現場を見るようにというふうにしているんですけども、まあ、この般若心経の世界にいろいろ解釈はあると思うんですけど、私の、まあ、理解ではですね、色とは現実とかリアル、まあ、空とは仮想でバーチャル、まあ、そういうことを示していると思います。まあ、リアルはバーチャルであり、まあ、色即是空ですね、それはリアルはバーチャルであり、空即是色、それはその逆もまた真なりということなのかもしれません。まあ、この色即是空とかですね、空即是色ということを、まあ、少し現実世界に置き換えて、お話ししたいと思います。まあ、これが、その空即是色、色即是色をまあ考えた図面になるんですけども、まあ、空とはサイバーというお話をしました。色はフィジカルということだと思いますので、まあ、色即是空とは、まずフィジカルとして現実世界の問題を、まあ、IT を駆使して、まあ、数理モデルを使ってサイバー空間に移すということだと思っています。まあ、これはサイバーとフィジカルということで語られていることで、まあ、非常に重要だというふうに思います。まあ、しかし、まあ、これだけでは価値は限定的です。まあ、これだけでも本当は価値は大きいんですけど、まあ、その価値をさらに高めるには、サイバー空間の数理モデルを使って現実の世界の問題を OT を駆使して制御するということが非常に大きな価値を生んできます。これがサイバーとフィジカルということになると思います。まあ、下側に書いてある空即是色というところなんですけども、まあ、ここのところが非常に重要だというふうに思っています。まあ、これは半導体デバイス製造で2000年から私が提唱してきたバーチャルメトロジーという技術の概念を示したスライドになります。まあ、この技術の概念というのは、サイバー空間で装置のセンサーデータとウェハ特性という、まあウェハにさまざまな、結果が、製造結果として現れるわけなんですけど、そのデータをつなげる、そしてそのウェハを予測するというものです。ウェハ特性は、つまり工程がすべて終了してからでないと、まあ、リアルな検査をしてから初めて分かるんですけど、まあ、これだと工程が終了しないうちに結果が、まあ、得られるということで、非常に、まあ、有効な技術の概念だったわけです。でバーチャルメトロ技術を具現化できれば、製造工程の途中で今申し上げましたようにウェハ特性を予測できることになるわけなので、まあ、半導体デバイス製造では非常にその微細で緻密な加工をですね、実施するので、まあ、検査が欠かせないわけなんですけども、まあ、それをですね、非常にまあ有効に使えるということになります。まあ、半導体製造中でいろんな院内検査が実は実施されていて、まあ
残念ながらですね、その院内検査も全数をですね、検査できることではないのです。まあ、それはですね、1枚のシリコンウェア上にはですね、何千個という半導体チップが同時に製造され、そのチップ1個1個にはですね、何千個何億個という、まあ、デバイスが作られるわけなので、それら全部をですね、検査することは残念なら不可能ということで、まあ、こういうバーチャルメトロジーの概念、バーチャルメトロジー技術とリアルの計測を加えて、計測全体を抑えていって、半導体のですね、製造品質を上げていこうという、取り組みになります。まあ、次にですね、まあ、これ概念ですので、まあ、具体的な事例として皆さんにご紹介したいと思います。まあ、これはバーチャルメトロジーの、まあ、一例を紹介した図例になります。左の上の方に、半導体製造装置でよく使用されているウェア研磨装置の、図面を表しています。これは具体的にはですね、ウェア上にある膜圧を、厚さを狙って研磨する装置なんです。で、右側にその初期の膜圧を左の図面に書いて、研磨後をですね、右側の図面に書いてますけども、まあ、つまり研磨後の膜圧のばらつきをできる限り小さくしたいというわけです。まあ、そこでまずですね、研磨装置のキャリアヘッドの回転数とかですね、まあ、ここの圧力とかいうデータを使って研磨速度に測してました。その結果を左の下側のところにですね、示しています。まあ、この図面から見るとですね、非常に良好なですね、研磨速度に予測できることが分かりました。まあ、ここではですね、リアルをサイバーに、まあ、サイバー空間に持っていく作業ということになるわけですけど、実はこれだけでも効果は非常にやっぱり大きくて、実際に検査用のウェアを使って検査をしていたんですけど、まあ、これだと、まあ、それを使わずにですね、研磨膜圧、研磨速度を知ることができるということで、まあ、それらすべてを、まあ、削減できることになりますので、非常にですね、そこにかかるコストの削減とかの効果は大きいんですけど、まあ、さらにですね、この研磨速度が分かるということを使って、研磨時間を算出して、研磨膜圧を高精度に、まあ、研磨後の膜圧ばらつきを大幅に低減するということをやっていました。それが右側の図面に書いています。右側のですね、図面のですね、青枠で囲ったところが、この研磨速度を使って、時間を出して、研磨膜圧を制御した結果ということになります。左側の部分で、非常に膜圧ばらつきが大きいんですけども、右側のところで膜圧ばらつきが小さくなっていることがよくわかります。まあ、このようにですね、非常にですね、簡単に、まあ、こうやって結果だけ見ると非常にスマートに見えるんですけど、まあ、実際はですね、まあ、サイバーの世界をですね、現実世界に実装するということは非常に多くの労力を伴います。まあさまあ、いろいろ、まあ、実装する段階ではですね、まあ、困難なですね、課題を解決していかないといけないわけなんですけど、まあ、この部分を超えることができるかどうかということが、技術者の進化を見ることができますし、その仕事ぶりというのが、プロとの差を生んでいるというふうに、私は思っています。まあ、ここまで私の経験をもとに専門ことは何かとか、まあ、偉そうに、少し偉そうにですね、技術者の進化が問われる時代ということをお話しさせていただいたんですけど、まあ、製造業においてデータは非常に重要ですので、まあ、その価値はどんどん上がっていると思います。秋元の講演でもですね、まあ、加藤の講演でもありましたけど、データこそが命ということで、まあ、その注目度は非常に大きいというふうに思っています。最後にですね、今後の潮流にも少し触れておきたいというふうに思っています。左の図は東京大学の南先生の研究室のホームページに掲載されているものなんですけども、まあ、人間の手がですね、あたかも2つしかない手がですね、4つになっているようなイメージをしていただけたイメージです。まあ、これはですね、IT の力を使って人間の力、人間と機械を融合してですね、人間の能力を拡張しようというものです。まあ、ガートナーのハイプカープでも紹介されてますように、人間の能力拡張の分野は非常に融合しされていまして、今後はですね、まあ、データやサイバー空間を使って現実世界の人間能力拡張に関する研究や開発が今後進展していくと思います。まあ、多分ですね、まあ、いろいろその、義足を使っている方のですね、まあ、そういった義足が、まあ、こういった力ですね、まあ、能力を拡張する、まあ、元の生活を取り戻すともに、まあ、今までにない人間能力拡張ということで、まあ、今後はひょっとすると、まあ、人間が空を飛ぶ、そういった時代が来るのかもしれません。さらにですね、まあ、データがどんどん集まってきています。まあ、左の上にはですね、半導体デバイスの
ムアの法則を書いてますけど、まあ、ここからですね、どんどん微細加工の技術が進んでいって、半導体から生み出されるデータがどんどん増えているということを示しています。まあ、その結果、科学そのものもですね、データを起点にして新しい原理や法則を見つけ出すという変化が起こるかもしれません。まあ、人が気づかなかった現象がデータの中に潜んでいて、それをデータ解析や AI の力で見つけ出してくる日が来るかもしれません。マテリアルインフォーマティクスというのをお聞きになられたと思いますが、まあ、それは、それも始まりなのかもしれませんが、今はまだデータ の材料の発見にとどまっておって、まだ新元の発見とまでは至ってませんけども、今後はそこから興味ある現象が発見されるかもしれません。まあ、最後にですね、私が常々、頭に置いているダーウィンの言葉でお話をさせていただいて、終わりたいと思います。It is no other strongest of the species that survives no other most intelligent but the one most response to change.まあ、下手な英語で申し訳ありませんでしたけども、世の中に変化を起こしてですね、変革を起こしてですね、世の中の人々に貢献できる仕事を皆様とご一緒できることを願っておりますので、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、今井さん、ありがとうございました。はい、では、ここからですね、今日登壇した今井と加藤とですね、秋元とともにグローバルプロジェクトに参画しておりました。日立ハイテクソリューションズのですね、U の3名でのパネルディスカッションに入りたいと思います。ここから、今井の方がまた、パネルディスカッションの司会をさせていただきたいと思います。秋元の代わりにですね、今日、リュウさんにちょっと、リュウの方に来ていただいてますので、リュウさん、最初にちょっと自己紹介をお願いします。日立ハイテクソリューションズの劉義良と申します。一応香港出身で、今は、私は、2019年入社の4年目社員です。入社以来はずっとその IT プラットフォーム部というネットワークグループに所属しており、ネットワーク関係のインフラ SC としてやってきました。オフィス系と工場系のネットワークインフラ構築、まあ、運用報酬がメインの業務として、主に、Cisco のネットワーク機器、コントローラーと、Fortinet 社の FortiGate、まあ、ファイアウォール製品を携わってきました。最近だと、ケイトクラウドと呼ばれる SaaS プラットフォームを使って、国内外のインフラ等にも携わっております。まあ自分はまあワンパターンな運用業務はそんなに好きじゃないし、めんどくさがり屋なので、とことん効率化を追求するタイプなので、多分そこも会社が察して、会社からもその運用効率化の DevOps のベンダー研修を推奨されてて、それ以外は結構その Python を使って各種 API の連携などを試験して、業務の効率化をやっております。自己紹介ありがとうございました。はい、リュウさんの中でね、やっぱりその海外とのコミュニケーションをされてたと思うんですけど、うん、まあ、リュウさん、はい、そのコミュニケーションの中で、まあ、苦労した点とかね、いろいろあったら、ちょっと、まあ、そういった紹介もしていただいたらと思います。はい、まあ、そうですね、最近ではその中華圏とかアジア圏などのその海外拠点のネットワーク切り替えの案件に参加しており、その取りまとめとして案件に入っているので、その各拠点の現状の物理とか論理構成をまず把握しないと、その切り替え後の構成も描けないわけなので、各拠点との打ち合わせを行って、まあその日本法人側とか現地法人側とか現地の IT 部門などと打ち合わせしてて、まあ、日本語、英語、まあ、中国語を高校しながらその情報の入手をしました。まあ、資料も基本的に現地の言葉で書いたものしかなくて、まあ、このようにその海外のプロジェクトに取り組む際に、その海外のパラメータ資料もやっぱりその解読しないといけないし、その日本語への翻訳も必要とされるわけですね。まあ、こうしてやっぱりその自分の言語力能力を生かすことができて、多言語でさまざまな角度でプロジェクトを推進できたことは、まあその特にも良かったかなと、まあ、チャンスかなと思いました。うん、あ、なるほどね。やっぱりグローバルでいろいろこうやっていくと、うんうん、そういったその単に言語でコミュニケーションを取るだけじゃなくて、うん、やっぱり中身の、ね、うん、ところをきちっとこう理解して進めていかないと、うん、本当の意味でのコミュニケーションは取れていかないということだと思うんですよね。そうですね、その通りですね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。そしたら、まあ、パラリンピックサーションの最初のテーマなんですけども、うんうん、まあ、最近取り組みで、まあ面白かった
まあ、プロジェクトとかですね、まあ、そういった紹介を、まあ、してほしいなと思うので、まあ、リュウさん、先ほどのちょっと続きで、少しプロジェクトの紹介、まあ、面白かったことをちょっと教えてもらえます？最近だと、さっきの、グローバルのネットワーク切り替えもあったし、でもう一件はその、まあ、デジタルサービスが強みとしたその海外企業との供給プロジェクトも一応参加させていただきました。当時は社長の三浦さんと、その日立ハイテクアメリカの秋元とも一緒に、もう一名の若手社員でこのプロジェクトを進みました。当時はそのやっぱりそのやることも分からなかったし、まあ、打ち合わせで参加して本当議事録、まあ、英語の議事録を取るだけなので、しかもその社長の直下で仕事をするなんて、まあ、結構、まあ、なかなか大変じゃないかなと思いましたけど、まあ、実際でやってみると、まあ、なんか社長もその他のメンバーも結構みんな優しくて、そんなにクリックもそんな感じなくても気楽にプロジェクトを進むことができましたね。まあ、最後はなんか横浜のすっごいなんかレトロな店で餃子をいっぱい頼んで食べて楽しく飲みましたですね。社長とね、なかなかこうやってその喋るとかね、一緒にする機会ってないと思うんだけど、まあ、緊張すると思うんだけど、まあ、その時のそのリュウさんのなんかモチベーションというかね、その、まあ、最初緊張したと思うんだけど、どうだったかなと思う、そういうこともちょっと、どう？ああ、そうです。そうですね、やっぱり結構緊張しましたね。そもそもそのカメラオンで打ち合わせするなんて本当にめったにないんで、そういうのが打ち合わせにも参加して、まあ、しかもいきなり英語で海外の人がいっぱい集まってるところで話すなんて、本当にとっても緊張しました。まあ、リュウさんは、ね、そうやって海外の経験がいろいろあっていうことで、まあ、そういったプロジェクトは非常に面白かったということで、まあ、加藤さん、面白いプロジェクトということで、また紹介してもらえますか。まあ、ちょっと最近っていうものではないんですけど、3年前ぐらいに台湾に出ていただいて、台湾のその政府と、まあ提携した政府提携した企業さんが、まあ、日立ハイテクのお客さん、でなのでこう、まあ、いわばこうなんでしょう、国家プロジェクトみたいな。若かりし頃の私はもうその国家プロジェクトもらってるっていうだけで、はい、でそれもなんでしょう、当時の役員と一緒に、たやつだったんで、まあすごい緊張はしましたけど、思い出に残ってる案件ね、はい、面白かった。はい、まあ、ご両人とも、まあ、幹部とか経営者と生きて、若さをこう発揮して、まあ、失敗多分恐れずにこう やれる雰囲気だったのかなと思うんだけども、まあ、そういうとこがまあ、いいのかなと思ったりもするんだけど、まあ、そのベースになるのは多分、まあ、お互いのリスペクトというか、その辺のその理解があってかなというふうに思うんだけど、まあ、加藤さんならどう、はい、やっぱり失敗を恐れずにそうやって大胆に仕事をそういう場でもできたりした？そうですね。なんか失敗したらどうしようとかね。そんなもちろん、失敗したらどうしようっていう考えが全くなかったかっていうと、まあ、そういうことはないっていうところ、正直なところであるけど、まあ、ただ、まあ、データサイエンスに限らず、やっぱチームでやってるっていうのは、常に感じながら、言ってましたし、まあ、そういった意味で、まあ、失敗してもいいやぐらいに、思ってたわけでもないですけど、でも、誰かが取り返してくれるってこう感じながら仕事できてたな、できてるな、そうですね。まあ、そうやってその若手の、まあ、皆さんがこうやって挑戦できるっていうのは非常にいい土壌かなというふうには思うし、まあ、そういうね、仕事がまあ海外にあったということも良かったのかなというふうには思いますよね。私もね、若い時ちょっと台湾に行って、こうね、行ったこともあるんだけど、まあ、その時にやっぱりなんか、台湾の方って、当時私、半導体だったんだけど、半導体すごくよく勉強してて、私が行くと、半導体のこといっぱい聞いてくるんだよね。その時に
台湾はこれから伸びるなと思って、そんなら案の定ね、今もう台湾に抜かれちゃって。ね、まあ、リュウさん、よく海外の設定、海外の方ご存知だと思うんだけど、やっぱり勉強するのかな、はい、やっぱり海外の人って、まあでもね。そうですね、結構勉強に熱心してて、多分一生懸命勉強してると思いますね。次のテーマにそしたら移ろうかなと思うけど、はいはい、その今の勉強の話が出たんで、はい、まあ、最近どんな勉強してるのかなと、まあ、うん、まあ、それに限らずちょっと面白いことってどんなことがあったのっていうことをまあちょっと聞いてみたいなと思うんで、はい、リュウさんからいこうかな。あ、わかりました、了解です。最近の勉強だと、どうしようかな。やっぱり自分は SD として、いろんな案件で、やっぱり経験は積んでいますが、まあ、実際仕事に任されたときに、何らかの資格とか持ってないと、やっぱりちょっとなんか無免許運転みたいな感じでちょっと捉えるのが嫌なので、まあ、資格の勉強は今一生懸命頑張って勉強していますね。まあ、基本情報とかは一応取って、でまあ、今は高度なネットワークスペシャリストとかも今頑張って取ろうとしてます、うんうん、あとはベンダー資格の勉強も一応やってまして、まあ、冒頭の自己紹介もちらっと話しましたが、デブオプスという勉強もしています、うん、まあ、デブオプスを一言で、まあ、簡単に言えば機器の、機器の API 連携を使ってプログラムを取り組むことでいろんな自動化作業を実現させるわけものですね。プログラムを取り込むことでやっぱり可能性がまくっと広がって、海外の例だとネットワーク機器から例えばなんかエラー発生すると、うん、SC の家の Google ホームからエラーメッセージを読み上げる機能を実装した SC がいてらしくて、まあ、本当に考え方次第でいろんな組み合わせができるんじゃないかなと思って、まあ、とってもまあ面白いと思って、面白がながら勉強をしています、ね、うん。なかなかね、ちょっと考えるとネットワークって、社会村ですごくベーシックで非常に重要なところをやってて、まあそこってある程度こう、なんかこう、まあ、最新のこともあるんだろうけど、少し止まってるのかなっていう印象もあったけど、まあそんなことはなくて、どんどんやっぱ新しいことがあって、それを吸収していかないと、やっぱり世の中についていけないっていうことなのかな。そうですね、やっぱり資格とかもあるし、本当に技術も日々、進歩していますので、最新技術を本当に勉強しないと取り残されてしまいますね。わかりました、ありがとうございます。加藤さんから勉強してること勉強し方ですね、うん、あ、はいはい、ちょっと300人近くいる前に勉強してますとはちょっと言えないので今まではこうあらゆる選択肢をこう取れるようにっていう、幅広くっていう勉強をしてたんですけど、やっぱここ最近は今井さんとかにもよく言われましたけど、統計とか、あとはアルゴリズム一つとっても使えるだけじゃなくて、ちゃんと仕組みだったり理論を理解した上で使える、データサイエンティストになるために今勉強してますね。で、ツールとしては何でしょう、私の講演資料にあった、パターン認識と機械学習、あれ、プルムって呼ばれてるものなんですけど、あの辺だったり、あとはカグルでかつデータ分析の技術、白と水色のやつです、とかで勉強してます、はい。やっぱり基礎は大事ですかね。そうですね、オートML とかもある中で、やっぱり一線を画すためには、そういうところで磨いていく必要があるかなって個人的には、はい、はい。じゃああれかな、日々のその業務の中で、ある意味応用的なところをちゃんと見て、で、その応用するためにはやっぱ基礎をちゃんとこうやるっていうような感じで、なんか両輪でこう回してるってイメージなのかな、加藤さん。そうですね、非常に参考になる。そういう時間って、どういうふうに使って、作り出してるっていうかな。あ、
そういや、なんでしょう、業務で仕事、うん、なんか仕事をしてて、あれ、これってどういうことだっけっていうところであれば、全然仕事をしてて、調べたりもしますし、あとは、リュウさんから資格の話がありましたけど、やっぱ資格に向けた勉強って、こう、なんでしょう、資格ってやっぱモチベーションになると思って。うん、そうですね。あと、これは、業務後とか。そうすると、まあ、そういうその、はい、ある程度、まあ、時間的な許容もされてて、そういう勉強の時間もこう上司として見てもらってるのかな、やっぱり。そうですね。まあ、日々その業務に追われるということじゃなくて、やっぱりその成長のために勉強もやっぱり欠かせないので、まあ、そういったところも、見て、まあ、もちろんね、それをやるためにはお二人のね、モチベーションがないとダメだと思うんだけど、それもやっぱり、お客さんとかね、そういったところの現場での経験が、やっぱりちょっと生きてて、そういうやっぱり勉強しないと、まあ、資格っていうのもあるし、から勉強もあってというところで、まあ、やられてるのかなというふうには思いました。あ、質問がですね、今すごくいっぱいもらってまして、はい、パネルディスカッションの途中ですが、はい、ぜひたくさん質問に答えられたらなと思うので、質問にそれぞれ答えていただけたらなと思います。はい、まずですね、今井さんの講演中に結構多く質問もらってまして、はい、バーチャルメトロロジーの事例は、はい、今井さんが IEE に登録されたのでしょうかっていうところ来てまして、はいはい、このあたりっていかがですか？はい、私が執筆者の一人ということです。はい。わかりました。ありがとうございます。もう一件ですね、はい、すごく壮大な質問ではあるんですが、はい、今井さんの技術者人生に影響を与えたプロジェクトがあればぜひ聞きたいですって来てまして、あ、何かこれはっていうのがあればぜひいかがでしょうか。はい、あ、はい、さ、一番影響っていうか、そのやっぱり入社の時は一番インパクトが強かったんですけど、メモリーのやっぱり16メガっていうメモリーを当時開発してたんですけど、それの、研究所にいたんですけど、サンプル出荷のプロジェクトに入ったっていうところが非常にやっぱり転機だったと思います。その時にやっぱりもう研究だけをやっててもなかなかやっぱりダメだったんで、どうしてもやっぱお客様にサンプル届けるんだっていうところが、やっぱり顧客視点っていうところがそこで入ったのかなというふうに思います。それともう一つは、2つ目にはやっぱり2000年の工場勤務転機というところで、まあ、その時からデータとの出会いがあって、まあ、そこからちょっと人生が少し変わったかなというふうに思います。ありがとうございます。では続いて加藤さんとリュウさんにご質問で、うん、日立ハイテクに入社して、まあ、技術的に良かったこと、まあ、IT 技術者として入社して、うん、日立ハイテクグループに入社してですね、良かったなと思うことがありますかと来てまして、ぜひお二人に、あ、これは良かったなと思うことがあれば回答いただければと思いますが、どうでしょうか。はい、まずリュウさんからいかがですか。そうですね、もともとその入社目的にも、一つのとしてあったんですけど、そのこの会社は結構その最新の技術を使われており、本当に他の会社さんだったらその多分その今まで使っていたシステムをそのまま沿用して、もう本当新しい技術を拒むとかそういうのが多かったと思うんですけど、この会社は本当にその新しい技術をどんどん取り入れて、まあ、シスコで言うと、まあ、その最新のコントローラーとか DNA センターとか最新の運用方式技術も取り入れてるし、最近僕もそのケイトクラウドというまあ SaaS プラットフォームも使ってて、本当に多分誰もそこまでその経験がないシステムも本当に勇気持って取り込んで、まあ、ベンダーと進みながら、そのまあベンダーと一緒にやりながら、まあ、そのシステムもみんな勉強していくスタイルなので、とってもいいかなと思いますね。そこは加藤さんどうですか。はい、何でしょうね、そのやっぱり日立グループの企業であるというところで、日立グループや、すごい従業員がいますと。で、やっぱそういう人たちとこう出会う場が、ハイテクは多いなって思います。仕事でっていうのもそうですし、まあ、私自身、日立製作所の方にもいましたから、まあ、そういう場が多くて、すごく刺激になる。いろんな人がいるなっていうふうに、はい、
思いますね。そこかな、技術、いろいろな技術を知ってる人がいるので、これだけ。うん、いいとこですね。はい。データサイエンティストの業務範囲って実際どこまでになるんですかっていう、例えば課題の特定だとか、コンサル的なところも業務に入ってくるんですかって質問来てまして、この点に関して、今井さんどうですか？ありがとうございます。その通りです。まあ、データを単に解析するだけじゃなくて、まあ、それをちゃんとビジネスにまで持っていくというところがコンサルも含めて、業務になります。世の中にはデータサイエンティストと、まあ、エヴァンジェリストっていう言葉があるんですけど、まあ、その分エヴァンジェリストっていう言い方をされる方もいますけど、まあ、日立の中では割とその分ソリューションの提供っていうのもデータサイエンティストの役割では入ってるというふうに思います。ありがとうございます。では最後に一つですね、データ確保のコツを知りたいですと質問がありまして、うんうん、これに関して加藤さんどうですか？コツ難しいですね。難しい。なんでしょう、今井さんの講演の中にもありましたけど、やっぱりそのデータの今実情をちゃんと知っておかないと、今後のデータ確保に限らずその先の道筋が立てられないので、今手元にあるデータがどんなものなのか、どんな問題を抱えているのかとか、どんな特性があるのかっていうのを把握しておくのが、ちょっと漠然とした答えになってしまって申し訳ないんですけど、やっぱりそこが一番僕は大事かなっていうふうに、はい、思います。ありがとうございます。前さんから何か補足ですとかありましたらぜひ。はい、はい、ありがとうございます。もう本当にだから、加藤さん言ってくれたように、まあ、本質を見るっていうことに尽きるんですけど、まあ、データをよく見ないといけないと、まあ、そのために、まあ、いろんなテクニックがあって、まあ、それを見れるようにあぶり出してくるツール、それが、まあ、外れ値を、まあ、取り除いたり特徴量を出したりということだと思います。まあ、そこに内在しているやっぱり本質を見抜くということがコツだと、まあ、それをもとにデータの、まあ、前処理加工をやっていくということだと思います。はい、ありがとうございます。では時間になりましたので、すいません、全部の質問に答えられず申し訳ないです。これでパネルディスカッション Q&A 終了したいと思います。加藤さん、リュウさん、今井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。大丈夫です。ありがとうございます。はい、日立ハイテクのセミナーにご参加いただきまして、ありがとうございました。最後に、弊社ですね、中途採用、積極的に実施しております。今日ですね、登壇した加藤と今井が所属してます、事業開発本部でもですね、アプリケーションエンジニアですとか、求人募集してますので、もしご興味ある方はですね、こちらの QR コードをクリックで、中途採用特設サイトに飛ぶことできますので、これ以外にもたくさんいろんな求人募集してますので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。はい。またですね、3月にでもですね、3月にも実は弊社、当社1回イベントしてまして、見る、測る、分析するかけるデジタル技術と題しまして、日立ハイテク全体ですとか、日立グループ全体のデジタル戦略っていうところと、まあ、半導体業界での事例というところで取り上げて講演してますので、ご興味ある方は、テックプレイのサイトですとか、YouTube のテックプレイの、チャンネルにですね、アーカイブ動画公開しておりますので、ぜひご興味ある方はですね、覗いてもらえればと思います。こちらの QR コードをクリックで飛ぶこともできますので、もしご興味ある方、ぜひですね、取り込んでいただければサイトに飛べます。はい。はい。でですね、最後に今後もですね、こういったイベントの開催ですとか、メッセージですね、発信していきます。ぜひですね、テックプレイのサイトですとか、日立ハイテク当社のホームページでもですね、情報を発信していきますので、チェックいただければと思います。はい。では、今日はですね、これで終了とさせていただきたいと思います。それではですね、本日今井さん、加藤さん、リュウスさん、ご登壇いただきましてありがとうございました。宮内さんも司会ありがとうございました。ではですね、こちらで本日ウェビナー終了とさせていただければと思いますので、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。